高橋直澄のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあ、ということで始まりましたトラブルメーカーでございますけども、ちょっとね、音の響きが違うのではないかという、ね、お気づきでしょうか。実はですね、今日はですね、直澄高橋アライブ2023アンズイのですね、会場で、ライブが終わってほやほやの状態で、収録しておりますね。現地そして配信で参加してくださった皆さん、本当に本当にありがとうございます。いつもだったらね、来週感想は言いますねみたいなことが多いと思うんですけど、今週はですね、なんと終わってすぐなので、なんていうの、タイムラグがないというかね、すぐそういう状態で聞いていただけてるんではないかというところでですね、お届けしたいと思いますけどもですね、まあ今週のチョロはですね、どうしようかな。じゃあ行ってみますか。今週のチョロ、今ライブのことが頭の中でいっぱいで、チョロのことが急に思い出せないっていうですね、感じでございますけども、なんかね、チョロたすごく最近甘えん坊なんです。なんかね、撫でてっていうね感じでギューってやるパターンなんですね。まあ僕が汲み取るのが、なんていうのかな、チョロたんの気持ちがちょっと分かってきたのかな、なんか知らないけど、今すごく撫でて欲しがってるなみたいな、そのね、手の引き寄せて頭にこう持ってきたりで、寝てる時に、いや首のとこ次は撫でてねみたいな順番があってね、そういうね、なんか本当にね、イチャイチャ、すごいイチャイチャしてるんだけど、なんかね、今朝ね、その首のところがこう腕に乗っかってる時に、いつもより熱く感じたのよね。あのね、夏の時とか腕に乗っかるとね、熱ってなって、結局ちょろたんね、どっか行っちゃうのよ。はあ、そろそろそういう時期だなって。東京はね、桜も満開になっておりましてですね、いやー、そろそろ別居の時期が近づいてきたなってね、一抹の寂しさもありつつで、ライブが終わって楽しかったな、でも終わって寂しいなって気持ちもありつつの今の状況になんかぴったりだなみたいな、そんな感じのチョロでございます。さあ、ということでですね、今日はですね、メンバーのいろんなこともですね、声を取っちゃおうかなっていう、取りましたのでね、皆さんにお聞きいただこうと思います。お楽しみに。ということで、高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいってみよう。では、はい、客出し中です。今日は本当に何年ぶり何年ぶり4年ぶり19年からぶりですからね。そうですよ、本当に4年ぶり、本当にね、本当に今日はありがとうございました。では、乾杯したいと思います。ありがとうございました。乾杯。でこのまんま写真、写真こっち見て、それも回しながらで、はい、写真ありがとうございます。はい、効率的、効率的ね、システマチック、システマチック。では飲んでいいですか。飲みます。ガブ飲みしましょう。適当に回しといて、ちょっと、うまい、たまに飲むとビールうまいんですよ。意外と冷静。なんかもうちょっとやってる最中にもしみじみこうみんな楽しいなってなってましたね。なんか途中、俺もなんかもう結構はもう2曲目の次からもうああ終わったって感じが、楽しかったなってなってたんで。そう、 MC 終わりそうでしたもん。そう、そう、あそこで燃え尽きちゃったね。今日ありがとう。そう、燃え尽きちゃったね。最後なのかしら。そう、だから本当にもう全部言っちゃってさ、あそこで。なんかそう、なんか想像以上のパワーっていうか、熱量っていうか、ね、人が入っていることとか、その人が応援してくれることのパワーって、なんかそのよく言葉ではね、なんかそうやって応援してどうのこうのとか言う、まあ、簡単なもんなんだけど、こんなに違うのかっていうぐらい違う、ね、こんなに違うんだね、本当にね。なんかスポーツでもね、応援とか、ね、そう意味があるのかなって思ったりもするけど、なんかあれがあるね。でみんなそのコメントもよく言うでしょ、応援のおかげでみんな、うん、勝てましたみたいなこと言うけど、そんなこと言ってってちょっと思うけど、またまた先生って言えばみんななんかいい感じするからって思うけど、なんか実際やっぱり
体験してみると違うね。違うよね、なんかね、うん、なんだろうね、うん、こっちのテンションも上がってくるっていうね。しみじみしちゃった本当。なんか想像では楽しかったねっていうラジオを撮りたかったのに、すっごいしみじみしてる。なんか終わったって終わっちゃったっていう。終わったとか楽しかったよりもなんか単純に感動しちゃった。なんかねできたっていうかね。地味深い。そう。地味深い。地味深い。うんと、なんか不思議。そう。翔ちゃんはずーっと AI に奪われてたけど。今ももしかして AI なんじゃない？怒ってるなら早めにメールちょうだい。バッチリでした、バッチリ。早めに謝る。離婚はね、残さない。離婚は残さない。怒ってるかなって思いながら。燃え広がらないうちにね、いろんな気持ちがね。これで怒ってないとあれですよ、またバージョン3が出ちゃう。俺いつでも出せるようにこう手をかけているのに、ハッスがそれバラすから。いつ来るかなと思って、どれかなって用意してこうやって待ってる。で、またね、翔ちゃんが絶妙な位置にいるのよ、マイクに。どっち翔くん、いい声で撮ってくれんだよ、でも。ね、ちょっとあるのと。いいよね。これは使えるわ。ま、でいい声だからね、なんかね。そう。ちょっと低音が効いてる。今回はちょっと AI がバージョンアップしすぎて覚えるのが大変だ。そう。思ったのが出てこないでね。そうです。どうだっけどうだっけってなるのがすごい大変。たくさん食っちゃいましたね。大変だ。使ってないのいっぱいあるんじゃない。いやいや、でもほぼほぼ全部使ってる。あ、ほんと、はい、あ、そうなんだ。そこはまんべんなく使おうと思って考えてる。AI まさか考えてる。AI まさか一番のね。AI まさか考えてる。やっぱりあの、うんとかへーとか欲しいよね。はい、あの短いやつ。そうなんですよ。で、いやでも、なんかセンテンスで攻めたいなっていうのもちょっとあって。あ、そうなんだ。なんかそこをへーとかしちゃうと面白くなくなっちゃうかなっていう。なるほど。ちょっと違っててもセンテンスで攻めたいっていうのが。でもね、間の速さよ。AI 勝負。そう、 AI 勝負すごい早いからね。最近の AI はすごいよね。本物は全く喋んない。かぶった時面白かったっすね。それかぶったの AI と本人が。いや、なんかさ、早く出しすぎちゃったからさ、ハッスかわいそうって思ってさ、もう落ちてんじゃん。落ち終わってんじゃん。一回ちょっと意地悪して飛ばそうって思ったらさ、ごめんって思っちゃった。人もリアがし、俺もでも AI ショーのことしか考えてなくて、自分のこと全然考えてなくて、俺何言うか全然考えてないなと。詳しくはぜひアーカイブを見ていただきたい。そうだね、本当に何があったか、はい、誰も曲聴けって言わないから。反省会しないとね。台本にはさ、なんかもう乾杯の盛り上がりでさ、なんかもうヘトヘトで収録できなかったらどうしようとかっていうことを言う予定で俺は腹積もりでいたんだけど、はいはい、そうじゃないなっていうのはね、なんかすごくこうなんだろう、ひまわり終わってもうなんか乾杯、いやいや、うめえとかっていう、そういうなんか話じゃないだよなっていうかね、なんか不思議だね、これね。そう、不思議な感覚、変な満たされ感っていうか、そう、あんまり味わったことないかな、これ。なんかこう順番に言ってきますか。はい、ね、じゃあ、あんまり喋ってない翔ちゃんがやってますかね。はい。だいぶ出尽くしてるからね。うん、楽しかったです。はい、楽しかったです。すごく汗かいて。そこはやっぱり素晴らしいですが欲しかった。素晴らしいです。生素晴らしいです。はい。なんかここ良かったぜ曲ありますか。メンバー紹介。メンバー紹介。AI ショー。良かったですって言われたらショック受けるだろ。この曲が良かったってやつ。そんなに良くなかった。良かった。この場なんですよ。AI がいない。本当に。これが人間の場。AI がいないとこの場。うん、ああ。やっぱカラクルとか今日グッときたな。あ、本当ですか。すごい良かった。でもね、あの口なしからカラクルの流れは自分的にすごく、うん、なんか良かった。良かった。大変ポイントでもあるんですけど、今日はあのうまく決まったね。うん、素晴らしい。グッときた気がしました。あそこ良かったな。以上です。カラクルでさ、誰かに褒められたくて頑張ってたわけじゃないけどって歌詞があってさ、本当そうですよね、笑ってくれたからそれでいいっていうのがなんかもう一人でグッときすぎちゃってさ、本当そう、本当そう、本当そう、なんかいい歌詞書いてんなと思って自分で、本当そう、泣けてきちゃったわ、本当そうよ、もう本当に
そう、ね、今日なんかね、なんかあそこで全部こうでブヤーっともう終わっちゃったよ、そこで結構俺もね。カルクル良かったですよね。なんか良かったのよ。すごい良かった。なんか、うん、まあ、あの泣いちゃったから歌はギロギロってなっちゃったけど。あ、僕もそうなんですよね。演奏はひどかったんですけど。そうなん、まあ、わかんないけど。今日演奏グダ、リハであんなにできてたのに、俺本番だったら演奏グダグダだったんですけど。おお。ジムちゃん行く？はい、2人目の小島です。もう今日は楽しかったももちろんそうなんですけど、何よりもう1曲目から感動しちゃって、もう何が何だかね、なんかよく覚えてないぐらいな感じです。うん、ありがとうございました。またね、こういうのが、こういう日々がまた戻ってきて続けばいいなと思っております。はい、また遊びに来てくださいませ。はい、僕はまあもちろんいっぱいいろんなね、いい曲もたくさんあったしあれですけど、もう振りっすね。振りがさ、やっぱりね、こう僕がいなかった時代にや、うん、みんながやってるものだから、ポジティブとかね、でそれこそ、ね、その頃の動画を見せてもらった時のやっぱみんなのこの弾けぶり、俺はいやこれはとっても無理だって、その時はさ、すげえもうなんか疲れて深夜とかに見てるから、でしかもまだ一昨日も終わってない中で、ね、これどんな振りだったっけみたいな見てて、絶対こんなの無理みたいな、曲も入ってないし、ね、そう、曲も入ってないから思ってたし、うん、でも本当いつだったか、あのまさかいなくて、ハスがバンマスやってた時とかに、ね、ちょっとした振りとかあって、ですごいハスに一回怒られたことあって、怒ってないやってなんですか、そうそうそう、いやいや、お前もっと本気で踊れよみたいな、いやでもね、俺はね、その時に、あれ、その動画見た時にハスごめんって思ったね。なんか、あ、こんなやってんだみたいな、あ、これはやっぱ あの感じだったらそう言われるよね、師匠がね、奥にいるからね、そう思ったんで、師匠、それはだからもう、まあ、まだまだ全然だったけど、あのやっぱりそういうなんかなんとなくこう借りてきたもの人みたいな感じに なっちゃ絶対いけないなっていうのがあったので、それはすごく自分なりには一生懸命やったし、まあ、もちろん反省点も全然あるんだけど、いやいや、うん、楽しそうだったし、いや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 、そういうところがまたこうなんか、うん、みんなと一緒になれたかなっていうのを僕の、はい、新しい曲、ほら楽器弾く人たちがだんだんさ、振りができないぐらい難しい曲がなんか何だか知らないけど多いからさちょっとクレームに近くでさ、動けないですみたいな多いからさ作曲者の底意地が悪いんですよなんかそういう曲が増え、なんか最近の曲はね、なかなか踊りづらいみたいで、いやいや、でも楽しかったです。うん、いやすごい、あのやっぱね、踊ってくれる人がいるとね、うん、全然ほんと、まあ、それはそうだと思うので、ね、特に僕みたいな立場の人間がずっとビートたりしないとか多分次呼ばれないんで大御所みたいですよかった、楽しかったです、すごい盛り上がったもんな、はい、はい、お疲れ様でした。あの前半はやっぱりね、こうなんか久々にお客さんと相対してこうウォーって込み上げるものを抑えるのに多分バンドメンバーみんな必死だったんではないかなと思いつつ、まあそれもそれでエモかったんですけど、エモかった、エモかったんですよ。でもね、後半に行くにつれ、今度はこのバンドの結束もね、またこうグルーヴ力も上がってくる、僕なんかコントレールあたりからがキーポイントだったなって思っていて、そっからバンドのこの一体感がすごい増したなぁなんて思いながら、そこを楽しんでおりました、うん、本当に久々に、直倉の皆様の前で演奏できて、楽しかったでございます。またぜひ遊びに来てください。以上です。はい素晴らしい。もうこの最後になるとだんだん言うことがないからね、でもね、こうリハーサルしてる時からもうずっと思ってるのは、もう今回のライブ、やっとライブができるって言った時に、このメンバーっていうのがね、こうやっぱりね、こう俺もそれこそ何十年とやってきてる、もう何十年が本当に嘘じゃなくなってきてるメンバーで、うん、でなんかこうずっとこう直さんと一緒にやってきたメンバーでやった時に、何も言わなくてもリハーサルでパッと音を出した時に通じてることがあったりとか、あのそこダメだよねっていうところもお互いにこう分かってたりするとか、そういうのがやってて、でなんかちょっと配信ライブになった時にお客さんっていうそのメンバーがいなくなった時に、やっぱちょっと違うやり口になったりとか、なんかこうこれはできないんだねとか、あ、こういうことはやってもあんま意味がないのかなとかっていう、ちょっと違う、やっぱり配信ライブは配信ライブで楽しいけど、なんか そうじゃないところというか、あの今までその培
培ってきたライブっていうところでできなくなることっていうのは結構あったのが、でなんか今回やってみて、あ、それができるようになるのかっていうのはずっとこう考えながらリハーサルとかもしてた時に、なんか本当にライブになってこうパッとお客さんが入って手拍子見たり歌聞いたりした時に、うん、あーこれこれこれっていうのがやっぱりとにかくすごいあったので、でなんかそれがこのメンバーと一緒に、演奏メンバーと一緒にできて、もちろんなおさんも含めてメンバーでできたっていうのがなんとも嬉しくて、嬉しいし、なんかこう気楽っていうか、なんかあんまり、うんうんうん、難しいこと考えなくていいとか気を使わなくていい中でこの演奏ができたのがもうとにかく楽しかったです。個人的にも楽しかったし、すごくそういう意味で楽しいライブだったんじゃないかなと思います。今日はありがとうございました。またこういうライブができるといいなと思います。以上です。ありがとうございました。頑張って頑張って頑張って。ブルースイングさんは今年15周年を迎えます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。新曲も出て、そうですね、ねえ、アルバムも出るんでね。よくご存知ですね。みんな番宣上手。かっこいいジャケシャも、ありがとうございます。ぜひなんかイベントも決まって、ありがとうございます。ぜひなんかこっちはこっちで忙しいだろうし、そんな中本当にありがとうございます。まあね、みんな忙しい中来ていただいてありがとうって感じでございますので、はい、ぜひ聴いてみてくださいな。何のタイトルもイベント名なのか。違う、ご本人から覚えてない。そうですね。ハッサとショウちゃんのね、SNS 等で、ぜひ、ぜひ、はい、ぜひ聞いていただいて、ね、こちらの QR から的なやつね。そうですね。こちらの QR 覚えてなくて出たんだなって。でも5月にアルバムが、はい、リリースされますので、ぜひ我々の SNS 等をチェックしていただけたらと思います。あえて曲名とかは言わないわけですね。言わないです。あ、そうなんですね。チェックしてもらう、チェックしていただくか。ライダック的おっと先に出しちゃうんですよ。かぶせブルースイングバージョン、ブルースイングオリジナル、オリジナル元祖みたいなね。ちょっとありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。またねー。バイバーイ。しっかりこの手に握っていた。なくした代わりに夢のかけらを自分で初めて掴んだからからから。こぼれた涙が塩からからから頑張るとかからじゃない、ありなしならなしの方、声なし声してやっと気づいた、薄塩味でちゃんと人生味わい深いなしは2023アンゼイン321、3月21日のデビュー記念日に行われたスペシャルライブ、ツイキャスプレミアムにて4月4日までアーカイブ配信中。
新たにスタートを切る初めの一歩、みんなでまだまだ楽しんでいこう。高橋直澄の天体観測。最後は高橋直澄の天体観測、独り言とかですね、思ってること聞いてもらうコーナーなんですけども、なんて言いますか、もうね、出がらし放心状態とでも言いましょうかね。まあ、メンバーも言ってたんですけど、なんかね、もう1曲目ぐらいからもう感動しちゃって、お客さんいるってこんなに楽しいんだ嬉しいんだっていうのがあって、そこからもうずっとね、なんかこう、なんか僕の俺の自分の感想だけで言うと、今日は全くプロではなかったなっていうか、なんか楽しいからいいやっていうか、もうみんなで一緒に楽しんじゃおうみたいなところに、なんか終始頭の中がいってて、あ、本当さっきねカラクルをお届けしましたけども、あの歌詞の中にね、誰かに褒められたくて頑張ってたわけじゃないんだけど、でも君が笑ってくれるからそれでいいみたいなね、そういう内容の歌詞があって、もうそこでそのまんまの状態とかね、まあ、そういうちょっと会場の状態とリンクするような部分がめちゃくちゃ多かったりとかして、なんていうのかな、もうこのね、あーやれてよかったな、まあね、メンバーのみんなも言ってたけども、あ、これがアライブなのよねっていうね、でこれがやりたくて、ずっとちっちゃい頃から生きてきた人間なので、それがなかったこの3年4年っていうのが、まあ無観客の配信はやってきたけども、でもやっぱ全然そのリアクションがあるなしっていうのはこんなにやっぱ大きいんだなっていうね、さっきの話の中でもたくさん出てたんだけども、やっぱりそこ、僕はもう最初その、まあ、お祭りとかが好きでっていうのを、家族が笑ってくれたりとか喜んでくれたりとか、そういうことがあって、踊ったり歌ったりするのが好きになってった子供だったので、だから誰かが笑ってくれる、リアクションしてくれるところがありきで、もうなんか最初スタートしてたから、それが全くないっていうのが結構、まあ、初めての状況だったりとかしてたので、だからいやー本当にないと寂しかったんだっていうのを、まあ、なくたってなんとかやっていけてたって思ってたから、実際に会った時に、あ、なきゃ嫌だったんだやっぱりみたいなところもちょっとあったりとかして、本当にあ、帰ってきたのかな、帰ってこれたのかな、これからまたこういう風にできるといいなっていうのでね、一曲歌うたんびにもグッとくるグッとくるみたいなのがあって、なんかまともに一個もできなかったかもって思いながら、なんかね、終わった、なんかいつもの本当に、あ、終わって、なんかヤッホー乾杯、うわビールうめえってとこに、ビールもうまいっていう、なんかそういう、わかるかな、このね、しみじみ楽しかったよかったっていうね、今まであんまり味わったことのないそういう感覚で今いてね、いやー、なんていうのかな、お話もまとまってないし、ライブもまとまってないような気もするけど、でも本当やれてよかったなっていうね、ここに来れてやっと来れてよかったなっていうところに、一歩、このデビュー記念日という日にやったこのアンジーというライブでやっと一歩この戻ってきて、また踏み出せて、こっからまた行くぞっていうところに帰ってこれたんじゃないかなっていうふうに今は思っております。ね、まあね、去年からもずっと曲も作ったりとかもしてるんだけど、なかなかね、発表はできていないんだけど、今日一曲なんか新曲ね、パッとこう作って、それをすぐみんなからリアクションもらえたのも嬉しかったりとかもしましたし、こういう曲をまたやって、またみんなでいいねって、今日良かったね、楽しかったねって言える日をたくさん作っていけたらいいなーなんていうふうに思いました。皆さん本当に配信、そしてアーカイブで現地ね、本当に皆さん来て参加してくださってありがとうございました。幸せな一日になりました。今日はいい日だった。本当に本当にありがとうございました。ということで、天体観測のコーナーでした。
送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカー、いかがだったでしょうか。メンバーからのお話も面白かったですしね。えということでここでお話ししたいと思います、お知らせしたいと思います。高橋直澄のトラブルメーカー大変突破いたしました。メンバーも喜んでくれました、ありがとうございます。なんかメンバーと祝うの初じゃないのこれね、ありがとうございます。なんかね皆さんにもいっぱい出ていただいてるトラメガでございますので、実は今週992回目、すげえ、あと8回で1000回ですよ、ね、お祝い待ってます。はいということでですね、無事改編突破しましたので皆さんにもね、またこれからもトラメガね1000回目指して、そして1000回超えてもね末永く愛していただきたいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。いや嬉しいですね、また4月からもアホなこと言ってトラボをやれるわけですね、嬉しいですね、よろしくお願いします。そしてですねお知らせもう一つ、高橋直澄&宮田光輝のトークライブですね、鳥たちの楽園クックドゥドゥルドゥ、今回はですねクックドゥドゥルドゥ、タイトルクックという言葉ですよ、クッキングしちゃうかもみたいな、いやー怖い、宮田とのクッキングが怖いです。あの人全部納豆入れる、自分が納豆嫌いな人に納豆入れるっていう全部納豆入れる、ケーキでも何でもね、もう怖い、それはさせませんよってちょっと僕は思ってるんですけどさ、どうなるか分かりません。こちらがですね4月の22日土曜日15時からツイキャスプレミアムにて開催したいと思いますのでぜひよろしくお願いしますね、来月も会えますよねっていうところでぜひ皆さん参加していただきたいと思います。時間は2時間程度という告知でございますもうちょっと多分長くはなると思いますけどもね、皆さんお付き合いいただきたいと思います。そして、今日ねメンバーともお届けしました、直澄高橋アライブ2023、アンズイでございますけども4月4日火曜日まで追加プレミアムにてアーカイブは配信中でございます、よろしくお願いしますね。そして改編突破しましたですね、高橋直澄のトラブルメーカー4月からもお時間変わらずでお届けしていきたいと思います。東北放送は毎週日曜日24時30分から、東海ラジオは毎週日曜日24時30分から、ギフちゃんは毎週土曜日23時30分からの放送でございます、ね、皆さんともまたですね来週からも4月からも楽しんでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。番組では普通のタラメンや番組の感想をリクエストをメールでどしどしお待ちしております。現在募集中のジュージュージューシースのお題は最初の一歩、もう一つは言えますね、よかったです言えますね、私的リバイバルでございます。そしてライトなお悩みなら俺にくれということで、ただいま絶賛パトロール中の危なおでかにも気軽に相談していただきたいと思います、よろしくお願いいたします。番組メールアドレスです、東海ラジオはトラメカアットマーク都会レイディオ .co.jp、ギフちゃんはトラメカアットマーク zf-web.com、 東北放送はトラメカアットマーク 1260.jp、 高橋直澄のトラブルメーカーそれぞれの係までお待ちしております。メールの方は懸命にコーナー名を書いて送っていただきたいと思います、番組ホームページは高橋直澄オフィシャルウェブサイトのトップページにリンクが貼ってありますのでよろしくお願いしますね。ということで最近めちゃくちゃあんこにて食べるの流行っております、高橋直澄です。なんかね30分ぐらいで炊けちゃうのよ圧力鍋だと。そしてさ自分の好きなさあのゼロカロリーの砂糖とか入れてさ激甘にしてもさカロリー少ないのよ。いや楽しいよ。これにねライスペーパーでねなんちゃって大福にして食べるのめちゃくちゃ流行っております。皆さんもよかったらお試しあれでございますよ。ということでお時間が来ました。30分のワイトは僕高橋直澄でした。4月からもここで元気にお会いしましょう。明日もきっといい日だよ。それでは今夜はおやすみ。せろ、まったねI'm not afraid of the dark.
高橋尚美ニューアルバムジャイブ&ジューク好評発売中。最高のアルバムできたよ。大いに楽しもう。